陸上最速の生物はどれくらいの速さで走ると思いますか？こんにちは、風姿です。今回は以前ご紹介した海中最速ランキングの陸版、陸上最速ランキングを見ていきましょう。陸上最速といえば、皆さんの頭の中にもある動物が浮かんでいるのではないでしょうか。果たして本当にそうなのか、早速見ていきましょう。サーバルは陸上最速ランキングトップ21。第21位、ダチョウ、時速 70km、 体高 280cm、 体重 130kg という鳥類最大のダチョウは時速 70km ものスピードで走ります。ダチョウの足の指は2本で、爪はそのうち1本にしかついておらず、あの巨体を1本の指で支えていることになります。この構造はつま先で走ることが可能になるため、これだけのスピードが出せるのです。脚力も凄まじく、その足から繰り出されるキックは3トンを超え、ライオンをも蹴り殺すことができます。第20位、赤カンガルー、時速 71km。 赤カンガルーは可愛らしくぴょんぴょんと飛んでいるように見えますが、本気を出すとその一歩は最高で 13m にもなります。 50m 走をたったの4歩で走り切ってしまうんです。しかも時速 71km ものスピードを約 2km 維持することができるというスタミナも持ち合わせています。第16位、リカオン、ワプチ、ジャックウサギ、グレーハウンド、時速 72km。 アフリカのサバンナに生息するリカオンは、大きさこそ大型犬と同じくらいですが、アフリカ最強のハンターとも呼ばれ、狩りの成功率は7割超えで、チーターやライオンをもしのぎます。獲物を見つけると最高時速 72km ものスピードで、しかも群れで襲いかかり、自動車ほどの時速 50km であればおよそ 5km もの距離を追いかけ続けることができるのです。北アメリカに生息するワプチは、鹿の仲間ではヘラジカに次いで2番目に体が大きい種で、大型のオスは全長 3m、 体重 600kg に達します。この体躯は捕食者に対する防衛手段にもなり、成熟した健康なオスはあのヒグマにも捕食される心配はなく、逆にヒグマを殺すこともあるのだとか。この体格でありながら時速 72km もの速さで森や草原を走り抜けます。ジャックウサギは5種類存在し、その全てが北アメリカの中西部に生息しています。コヨーテやタカなど天敵の多い彼らは、身を守るべく時速 72km ものスピードで走ります。しかもそのスピードでありながら、高くジャンプしたりジグザグと急な方向転換を混ぜたりしながら相手を振り切るのです。体が大きく小回りの効かない捕食者たちにとっては非常に捕まえにくい獲物でしょう。ペットとして人気のグレーハウンドは時速 72km もの速さで走ることができます。確かに柴犬などの犬と比べてみると非常にスマートで猫のような体型をしていますね。さらにその加速が凄まじく、走り出してわずか 30m 足らずで最高時速に到達するのです。これはこのランキング第1位のあの動物に次いで第2位の加速度です。第15位、サラブレッド、時速 75km。 競馬で大活躍のサラブレッドの最高時速は、2002年に開催されたアイビスサマーダッシュで記録された時速 75km。 サラブレッドとは徹底的に品種改良されたものという意味を表し、その通り速く走るためだけに改良されてきた馬です。しかし怪我をしやすいという特徴があるため、自然界で生きていくのは難しいと言われています。第14位、タテガミオオカミ、時速 76km。 赤毛に大きな耳、長い手足が特徴的なタテガミオオカミは南アメリカ大陸に生息しています。体長 130cm に対し、体重はわずか 20kg ほどしかなく、非常にスマートな体つきをしています。走りは時速 76km と人間ではとても追いつけない速さなのですが、短距離を猛スピードで走った後、なぜかいちいち立ち止まって安全確認をする習性があり、そこを人間に駆られてしまうことがよくあるのだとか。第6位、ライオン、ブラックバック、ヌー、サーバル、サイガ、トナカイ、カラカル、ピューマ、時速 80km。 ライオンは他のネコ科動物にはあまり見られない社会性を持っており、メスとその子供たち、少数のオスがプライドという群れを形成しています。狩りはメスたちが連携して行い、主に大型哺乳類を襲います。最高時速は 80km ですが、
実は一瞬しか保てず、すぐにバテてしまうんです。そのため数匹が待ち伏せ場所へと獲物の群れを追い込み、待ち伏せ組が一気に飛びかかるという手法を取ることがほとんど。非常に賢く、性質は他のネコ科の動物より比較的温和であると言われています。ブラックバックのオスは螺旋状にねじれた特徴的な角を持ち、成獣になると体の表面が黒くなるため、この名前が付けられました。危険を感じたり、天敵に襲われたりした時には、高さ 1.8メートル、飛距離6メートルを超える大ジャンプを繰り返し、時速 80km もの速度で走ります。ヌーは牛とカモシカの特徴を合わせたような体型をしており、頭部と肩が大きい割に体や足は非常に細いんです。アフリカ中南部に生息し、雨季と乾季の変わり目に草を求め、数万から数十万頭の規模の大群で1日に 50km、 合計 1600km を超す大移動を行います。サーバルはその美しい斑点模様に小さな顔、長い足からサバンナのスーパーモデルとも呼ばれています。耳が非常に大きく、狩りはほぼ聴覚に頼っており、土の中の獲物の音も聞き取ることができるのです。高さ3メートルという跳躍力にも優れており、飛んでいる鳥を捕らえることができるほど動きも俊敏。可愛い猫のようで穏やかそうに見えますが、性質は荒く、かなり凶暴なんです。一度見たら忘れられない見た目のサイガは、夏は気温が40度を超え、冬はマイナス30度を下回る中央アジアの草原や砂漠に生息しています。独自の進化を遂げたことで、過酷な環境をマンモスがいた時代から何万年も生き抜いてきたのです。その一つがこの特徴的な大きな鼻。鼻の内側は毛で覆われていて、フィルターの役目を果たし、砂地を時速 80km で群れで走っても息が苦しくなることはありません。さらに乾燥した空気に湿気を与え、温めてからハエを送っているのです。サンタクロースのソリを引く赤鼻のトナカイとしての認知度が高い。トナカイは人類が最も古く家畜化した動物でもあり、乳用、食肉用、毛皮用に加え、ソリを引く荷役にも利用されてきました。シカ科で唯一オスメスともに角があります。これは雪を掘って餌を探す役割があるためです。蹄は大きく、雪の上でも沈むことなく歩くことができます。普段は黄色の目をしていますが、夜が非常に長い冬は少ない光を効率よく取り込むため、深い青色の目になり、目の色が変わる珍しい生き物でもあります。サバンナや草原など乾燥した地域に生息するカラカルは、同じ大きさくらいのサーバルに比べて足が大きく、爪も発達しており、自分の体重の4倍にもなる大型哺乳類を倒す能力があるとされています。黒い毛がぴょこんと飛び出した特徴的なこの耳は、20以上の筋肉で構成され、自由自在に回転させて獲物の音を感知することができるのです。ライオンに立ち向かう凶暴な一面もあり、俊敏さと力強さを生かして、時にはハイエナやジャッカルなどから獲物を横取りしてしまいます。北アメリカから南アメリカに生息するキューマは、個体によって体格差があるものの、大きなもので体長190cm、体重 120kg にもなります。筋肉が非常に発達しており、敏捷かつ瞬発力に優れ、高さ 4m、幅 12m を跳躍した記録が残されています。捕食された動物の中には、飛びつかれた際の衝撃による骨折が死因のものも見つかっており、ヒューマのパワーがいかに強いかが分かります。第5位、クォーターホース、時速 92km。 なんとサラブレッドよりも速く走る馬が存在しました。競走馬として日本では使用されていませんが、クォーターホースはサラブレッドに比べてがっしりとした筋肉質の体を持ち、性格も温厚。アメリカでは乗馬、牧畜作業、競走馬などで幅広く活躍しています。2005年に302メートルの下級戦で100メートル区間の平均時速 92.6km を測定しています。驚くことに、馬の中では最も頭数が多く、世界で最もポピュラーな馬なのだそう。第4位、トムソンガゼル、時速 94km。 腹部と頬に入る黒い模様が特徴的なトムソンガゼルは、アフリカのサバンナに生息しています。数十頭の群れを作り、多くの仲間と一緒にいることで敵の接近をいち早く知ることができるのです。敵が迫ると一斉に逃げ出し、時速 94km ものスピードで飛び跳ねながら走るのです。不意をつかれなければ、自慢の脚力と巧みなステップでほとんどの捕食者から逃げ切ることができます。しかし彼らの天敵はランキング1位のあの動物です。
第3位プロングホーン、時速 98km。 北アメリカに生息するプロングホーンは日本の動物園では飼育されていないため、初めて見る方も多いのではないでしょうか。キリンやヤギ、アンテロープやシカといった多くの草食動物の特徴を兼ね備えている不思議な動物で、見た目はシカのように見えますが、生物学的に一番近い動物はなんとキリンだとされているんです。そんなプロングホーンは時速 98km で走った記録があり、しかも時速 70km 以上の速度を維持して何 km も走ることができるため、あらゆる捕食者を圧倒的に引き離します。以上のことから、総合的な走力で言えば陸上動物ナンバーワンだと言えるでしょう。第2位スプリングボック、時速 100km。 第2位でなんと時速 100km を超えてしまいました。スプリングボックはアフリカ南部を象徴する美しい霊獣で、遊ぶ時や興奮した時、敵に見つかった時などことあるごとにピュンピュンと飛び跳ねます。そのジャンプ力は垂直で2メートルを超えるほどなんです。敵から逃げる時も時速 100km という足を持っているのだから、走り抜ければいいものの、これまた異常なほど飛び跳ねます。しかしこれは彼らなりの敵から身を守る術なのです。大ジャンプは僕の運動能力すごいでしょ、簡単に捕まえられないよ、というメッセージになり、天敵は襲うのをためらってしまうのです。第1位チーター、時速 121km。 やはり第1位は世界最速と言われるチーター。その最高速度は時速 121km にもなります。さらに静止状態から走り出してわずか3秒で時速 100km に達するという、スポーツカーにも勝るとんでもない加速が可能です。速く走るために特化した体型をしており、体に比べて頭は非常に小さく、足は長くなっています。足には爪を収める鞘がなく、部分的にしか引っ込めることができません。しかしこれにより少し出た爪がスパイクの役割を果たして速く走ることができるのです。トップスピードを維持できるのは 500m 程度なので、十分に獲物に近づいてから一気に襲いかかります。骨まで軽量化されたパワーとは無縁の体つきをしているため怪我も多く、またライオンやハイエナなど他の肉食獣と戦うことができないため、獲物を横取りされてしまうことが多いんです。陸上最速の動物チーターは意外にも苦労が絶えないんですね。以上、陸上最速ランキングトップ21でした。いかがでしたか？やはり納得の第1位はチーターでしたね。人間に足が遅い人速い人の差があるように、動物でも同じことが言えると思うので、チーター界のウサイン・ボルトのような存在はどれだけのスピードで走るのか、ぜひ発見してほしいですよね。ご視聴ありがとうございました。驚愕ランキング、毎週金土日18時30分更新。チャンネル登録よろしくお願いします。